ココちゃんですよ、要は。何が？鍵穴。そうなの、ね、誰かな。誰かな。集中、姿勢よく、周りをよく見て、丁寧に楽しんでいこう。ワンフォアオール。
上に動物が大好き16歳カナニアこと小川かなでです。よろしくお願いします。カナニア、はい、視線が合えば離さない、見た目がクールな18歳セラこと篠山セラです。よろしくお願いします。セラ、はい、見た目は清楚、中身は天使な豪快笑顔のココちゃんこと渡辺心です。よろしくお願いします。自分の中の一大ニュースってありますか？最近あった一大ニュース。
ありますか。ココちゃんある？私はあの本を読めるようになりました。え？いやあの小説が苦手なんです。でちっちゃい頃は絵本ばっか読んでて、うん、そんな暗い子じゃないんですけど。でまあちょっと月日が経って、でその絵本、はい、本なんですよ、読めるようになったの。え、絵本が読めるようになったの、はい、最近？間違えた、あの子供の頃に読み寄ったやつがまた面白いってなったのがニュース。なんか結構もーちゃんこんな感じなんですけど意外とバカなんですよ。
Thank you.
方がこうお買い物していくんですよね。あで、それで禁止ワードを言った時点で1000円ずつ引かれていくみたいな。そうね、最後罰金みたいな感じで、ね、そうそう、罰金みたいな感じのルールなんですけど、ちょっとお金を払いたくないので今回はちょっと、まあ、罰ゲームっていうか、おー、後でね、またね、ちょっと持ってくるので、あ、面白いやつを、ほうほう、その一発ゲームがなくても面白くなれるものをちょっと、ということで、ちょっといっぱい言っちゃった人が負けなので、うん、皆さんね、リアクションに出したら分かっちゃうからね、うんうんうん、まずは誰から行こうかな、誰から生贄にしようかな、そしたらね、ちょっと面白いことが出てきたんですよ。なんやろう。で、もうあれはぜひかけてほしい。はい、持ってきました。ありがとうございます。ちょっと1分セットしてあります。はい、じゃあ1分の間に私たちも言わせるように努力するのでね、はい、あ、ちょっと言わせるようにするのでね、はい、はい、でもセラちゃんは分かんないからね、これ、じゃあ、よし、なんやろ、ファンの人だけに見せてね、見ちゃダメだよ、セラちゃんは。せーの、ど、反対、カサカサ。はい、これ、これいつも楽屋でよく言っちゃうね。そうそう、いやもう分かっておけ、私たちはね、もうそんなこと、そんなこと言わんでもねって感じなんやけどはい、うんうん、はい、じゃあいいですか、1分間で言わせます。じゃあいいですか、はい、よーい、スタート。セラちゃん、今日も可愛いねもう分かってしまったから。めっちゃ可愛い。うん。やっぱり？だけど衣装もめっちゃ似合ってるし。そうそうそう。めっちゃその髪型で合ってる。うんうん。え、そうかな。え、大人っぽいよ、大人っぽいよ。うん、すごいいいと思うし。全然そんなに。そうかな。どうしたの急に。いつもめっちゃ私に優しく接してくれるし、遠征先では一生ベッドに寝かしてくれるし。そうじゃなんか。いい人じゃないな、なんて言ったらいいんだろう、ねえねえ、なんかね、うん、すごく頼りになるんだよね。本当？うん、最初はね、はい、結構ね、うん、ロッカーから落ちた荷物を拾ってくれるとかそれ結構あったから逆に拾ったりとか、頼りにしてます。落とし物をすぐ見つけてくれるそうなんよ、さっきもね、私がね、ファイヤーと抜けた時にね、サッカー穴に入ってくれてね、もう私よりも適任だと思ったここが終わりました待って、早いよね、これ事故ったんじゃない？あのね、はい、なんで分かっちゃったよね。分かったから最初から分かったよね私のミス？ちょっと言葉のミスかな、はい、ダメだね。いや、正解はね、見てもいいよ、はい、正解はそんなことないですそんなことないな。私の負けじゃない。はい、じゃあ次はカナリアンの禁止ワードいきます。はい、せーの、ドン。何だろう、はい、言ってるワードなんじゃないよ。え、これね、よくね、よく聞く、うん、ほう、言ってますね。よし、じゃあいきます。はい、わかります。頑張って言わせようね。よーい、スタート。どうやったら、うん、なんか絵ってうまく描けるんですか？勘かな。勘ですか？やばいね、さっきも聞いたんだっちゃ、 MC のね、決める時にね、うん、ちょっとなんか、他の人に絵を描かせて小川画伯にこう、なんかレクチャーしてもらおうみたいな、そういうのがね、ありましたね、一つの方法の中で。そうそう、やけん、なんか教えてほしいなと思って。おお、本当ですか？はいじゃあ、ちょっと、じゃあ今度教えますあ、本当ですか？はい、ありがとうございます。38+47は20×50 は 30÷8 は
Yeah.
検査するために、うん、検査自分の質問を自分の質問を3つずつ考えてきて、絶対に分かるだろうみたいな答えてアンサーをします。今から小島からいいよいいのみたいな。じゃあ、うん、第1問てれ私が寝ているどうでもいいねねえ私が寝ている枕は何でしょう。どうでもいい寝ている枕は何でしょう。どうでもいい寝ている枕は何でしょう。分かった。そうそうそう分からんと本当分からんと本当おかしいよなんでなんちゃんアリエル。おーい正解。じゃあ次キャン。じゃあ第1問デデン。私が今までに飼っていたペットは何と何でしょう。2個うんトカゲとかカメお正解。カメとウサギパンダ入れていくんです体の中に見るな。はい2周目一緒に考えてくださいね皆さんも、うん、てれん最近私が好きな人は誰でしょう。最近好きな人うん昨日くらいに話しよったけはいアイドルじゃない誰だろう。もうめっちゃ可愛い。ねえ話したやん。誰じゃなくて待ってナオトの会話とか覚えてない。誰？めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。もうどちゃくそ可愛い。私がこれ言ったやん。アイドル以外であんて好きになったって社長？違う。めっちゃなおのこと知っとるみたいになるけど答えたくない。答えてよ。答えたくない。答えてよ。誰なんでわからんと逆に昨日社長が可愛いって言ったイメージですから違う。だって社長パッチリしたいだもん。社長でいいよ社長で女ねえ分かっとんなら言ってよ。何答え。小松菜奈ちゃん。正解。ですけど、うん、マジ可愛い、っていうことで皆さんチェックしてくださいね。はい、キャンの2問目でね、デイちゃんがよくしていた委員会は何でしょう。委員会うん、図書委員。違う、2年か3年やったことがある。委員会え正解じゃないよ。いきなりそんな入ってなさそうやん。委員会とかめっちゃ
うむ、正解。環境。お、正解。環境？環境いい。聞いたことないわ。お花に水をあげるか。いい人だね。そうそう。あげてそう、お花に。はい、次、鼻。あ、間違った、間違った。ごめんごめん。私、なんかね、3問考えとったっちゃけどね、今1問しか覚えてなくてね、どうしようってなってる。考えて、今、何でもわかるから。うん、携帯の6番号でもいいから。携帯の番号？教えて。いいですね。早く。どこに住んどる？絶対ダメ、絶対ダメ。ケニアやろ。ケニア。国籍が違う。なんかあるかな。なんか。パンツの色とか。やだ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 。小島。ねえ、なんで、ね、問題考えこうって。私が、触られて次、アンコール、アンコールじゃない、ラストの3曲目、はい、3個目テレッ、じゃあちょっと難しいやつ言うね。私が、なんかよく着ている服は何色でしょう。よく着ている服、ね、まず考える努力、考える努力諦めない心、次の問題何にしよう。何やろう。白、白、ピンク、黄色、黄色、何色でもいいね。そんな日によって変わらない。今の中に答えがあったよ。はいはい、服を着ていない。どういうこと。今の中に答えがあった。あったよ。全部全部違う違う。何、透明。最近ほら、春は何色やんって言いようやん。ピンク違う、オレンジ違う、黄色違う、色。なんなん、正解は白でした。自分で言ったから。イエーイイエーイ。もうみんなもうポイントなし。はい、次、キャンキャンキャン、あれ何だっけ。じゃあキャンの好きな季節は何、な、何でしょう。春、夏、冬、冬、秋、春か、冬。正解。なんで、冬。なんで？なんと白が好きやけ。いや、白は別に好きじゃない。そうだよ、黄緑が好きなんだよ。そっか、白はあんま好きじゃない。冬何もしなくないでいいか。冬は冬眠そうそうそう、冬眠できるけん、こたつが好きやから。冬が好き。いつでも冬眠一人。やめてよ、そんなこと今言うのは。もう二人ともゴブゴブって、そんなやめなって。はい、次。私が家で使っているお箸は、うん、何色の何色なんでしょう。なんかこう輪っかがついたエンジンが使った。輪っか気持ち練習。違う、ちゃんと持てます。何色、割り箸じゃないの。違う違う違う、割り箸、木、木、ことぶき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 。ちょっと正月に使うやつやん、それ。割り箸の色、割り箸、いや、ダメダメダメ。あ、じゃあボーナスポイントでみんなが分かるやつにして。うん、ここじゃん。待って。どうした、なんか俺どうした。いや、さっき受けなかったからちょっと悔しい。これだけ残ろうと思って。ひっそりと。はい、はい、問題。じゃあみんな、なんちゃんのこと考えてね。はい、てれてれ。私の弟の誕生日はいつ。はあ、
あのバナナの皮で滑っとったそうそう、ツイッターに載せたバナナ、あのバナナの皮を本当に滑るのかっていう実験をやったことです。9月21違う絶対分からんちけど。3月23違う。4月11違う。5月16。12月25。7月。7月23。7月7。違う。7月10。違う。7月31。違う。7月1。これ切りなくない？やめよう。もう曲に行きましょう。もう答えが気になって眠れん。7月18日でした。はい、それでは次の曲に入ります。皆さん、ななちゃんの弟のお誕生日もぜひお祝いしてあげてください。それでは最後の曲に行きたいと思います。最後の曲は明太ダンスです。お聴きください。
ら、もうコバちゃんが面白すぎて、なんかもう目めっちゃでかいし、やばい。はい、今日はですね、朝じゃない、さっきの影穴で12人なかなか揃わなくて悔しいんですけどって言ったんですけど、10人や11人でしかできないこともあるし、普段出ないユニットに出るメンバーもたくさんいるので、そういうところで成長していくメンバーを一緒に見守ってくれたら嬉しいです。あと12期生を募集しているので、ゆずりも見てる方いますか？はい、周りの方にね、可愛い子とか一緒に一生懸命頑張ろうって思ってくださる子がいたら、ぜひ勧誘してくださると嬉しいです。本日はこの後は2回目公演もあるので、このままぜひ残っていてください。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
12期生のオーディション
んもね結構メンバーをツイッターとか言ったりしてるので、そうなんですけれども、6月22日に、メジャーサードシングルを HR 出させていただくことになりました。イエーイ。もう私たちとは聞いてるんですけど、なんか博多っていうのをすごいなんか、なんだろう、一発で聞いてすごい、あ、博多の子たちなんだって分かるような歌になっててですね、すごい盛り上がるのは間違いなしなんですけど、かなりはどうですか？もう言ったままですね。あのね、すごい盛り上がる曲なんで、初めてお披露目の時もおっってのはすごいなると思うんで、はい、ぜひ皆さん楽しみにしててください。すごい盛り上がりますね。はい、ありがとうございます。新しい HR をですね、これからどんどん作っていって、HR どんどんたくさんの人にしてもらえるように広げられるように頑張りたいと思います。カップリングの方もですね、たくさんいい曲があるので、ぜひ皆さん楽しみにしておいてください。せーの、まあ